とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、タワーです。今回、ボスラッシュなんですよね。4人マルチで、なんとかクリアしてみましょう。どうだろうね。多分、難しいとは思うんだけども。行ってみましょう。どこかと来るか、敵の数多いねすっごい多いね。うん、どこだ。あ、ちょっと待って、俺ザコ倒しとこう。まずザコが来るとめんどくさいしね。いた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 、おい、ちょっと待って、向いてる場所じゃないところに攻撃するので、ちょっと待って待って、ザコが遠いし、危な、補正しっかりとやっていかなきゃいけないね。ミスったミスった、OK。いや、ちょっと待って、あと、このザコたちだけか、OK、もうクリアしましょう。いやいやいや、1回からなかなか渋いよ、これ。これで行きまーす。では2回行きましょうか。全員何取った、バジネスト、あ、バジ、おお、なんか変な場所に出てくるね。敵が出る場所がもうそもそも全く違うので、そこはちょっとね気をつけてやっていきましょう。ボスの数は変わらないでしょ。うん、ボスは一緒よ。このホースマンが12体いるんだよね。いや、でもね、ほんとこれ初見でホースマン12体出てきた時びっくりしたけどね。やりすぎだと思った。おい、攻撃力がね、暖かいのよ。ありがとう。で、マルチになると、耐久力が段違いだね。段違いに高い。両刃温度でいきます。OK。半分、パワーシェイカーを持ってますね。まあ、パワーシェイカーの方が、ボスによっては全然早く倒せる。お、こっちかい。思うので、いいんじゃないですか。まあ、俺は、で、この通りの感じで行きたいと思います。ここはね、これだった早い。 OK。 で、あとザコを倒しておしまいですね。楽勝です。次、1回だけか、難しかったのは。何もなしんで、ここで斧でいきましょうか。一人ソーブレードになったね。いいんじゃないですか。行きましょう。どこに出る。ここか。オッケー。いいね、問題ない。マルチの時はちょっとこの振り下ろしの攻撃がどこに来るかが分かりづらい時があるんでね、ここをちょっと注意すればいいか。 OK。 ザコもある程度減らしとけ。でも早い早い、ものすげえ早い、減らすのが。これはいいわ。うん、だけ早く減らせればめちゃくちゃいいじゃん。終わりー。こっちザコが残ってる。で、ドラだっけ。うん、ドラだね。んで、ここが大釜です。どこだ、あ、下の方か。 OKOKOK。 あの力よりしないようにしましょう。危ない、危ねえ、近寄りすぎる。ああ、残り身残り火でやられちゃった。ありがたい。お
うん、このコツはね、あれだもんね。よし、敵が炎を吐かない距離で戦うっていう感じだもんね。ありがとう。わお、あ、もう入っていいよありがとう。英雄アーマーでいきます。はい、このボスはどうだろうね。4人で一気に叩けばそうないでしょ。ここが危ないぞ、危ないぞ。よし、あ、ああでも早い早い早い。うん、終わり。よし、では7回クリアでーす。何もいりません。いきましょう。お、怒り取ってる人もいるね。いいんじゃない。まあ、俺はいつも通りの斧でやっていきます。んで次はここね。はい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 、雑魚敵が出てくる場所が違うんでしょ、どうせね。ナイス、どこだ。あ、どこ、待って待って待って。よし、うわ、めちゃめちゃ食らった、やば。うお、どこ。いや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 、戦いにくい場所。どこだ、本体が。今回で、あー、いった、危ねー、むちゃくちゃ食らう。あ、ナイス、落としたね。あ、じゃあ、落としてない。よし、あとは雑魚でおしまいです。いやー結構きついね。ありがとう、クリアです。何もいりませんね、ここは。んで次行きましょうか。ビーストバーストさん入れとっけ。どうだ。あ、いや、ビーストバーストいらんわ。あ、落とした、ナイス。なんでこっちにも、おお、まだ出るんかい。敵の出現場所も全然違うね、数も違うけども。10回クリアでーす。あー、でもまあまあソロで行くより楽かもしんないね、今回のタワーは。うん、マルチの方が簡単というか時間がかからない。うん、一回も多分ちょっと立ち回りミスったけども、ミスがなければそんなに難しくないかもしれないしね。うん、あれは本当にね、一回はミスったよ。で、ネクロマンスター OK。 早っ。あ、ビーストバーストしたでしょ今の。誰かなんか爆発のエフェクトが見えた気がするんだけど。いや、早い早い早い、いいね。終わりだ。早っ。11回クリアでーす。誇りを持っていきまーす。んでボスだね。あ、ボスじゃないわ、雑魚扱いか。ここがめんどくせえんだー。まあまあこれよりめんどくさいところあるけどね。よし、全員取った、いきますか。いくよ、よっしゃー、いいね。このドラを誰が使うかっていうのをねちょっと見ながらやっていってる。ああ、そこでいく、 OK、 いいよ。よし、これでおしまいでーす。楽勝。
これ問題なくクリアできるよ。んで、ここも大丈夫かな、みんな。出てきたときに一気に叩いた方がいいからね。ミスった。あ、でも結構、うん、硬い。一気に行くの、これちょっと難しいわ。どこどこ？そこ？よし。終わり。ギリギリだけど召喚前に倒せましたね。はい。で次ど誰だっけ。まあ何も取らずに行きますね。ここはゴリラだね。あ、お俺エンちゃん入れてなかったわ。エンちゃんはこいつ入れとかんとちょっと火力が落ちるからね。まあゴリさんも問題はないでしょう。あ、ザコが若干硬い。ゴリさんも硬いでしょうね。終わりー。問題なし。あれザコがいる。ああお前か。楽勝でーす。で15階。あ、次商人だね。登山装備でここでまた斧を上げて、で登山装備をポーションバリアと防護を入れていきましょう。で呪いの斧だな。はい、ちょっと1人落ちちゃいましたね。まあ仕方ない、3人で行っちゃいましょう。ここはラスト。お、危ない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 。あ、そこ出るみたい。でも一気にみんなで行った方がいいからね。危ない。あ、問題ない。うん、ガスト自体の耐久力が全然なかったわ。余裕です。お、戻ってきた。あやさんが戻ってきましたね。で報酬は肉ですね。で戻ってきたけどまたちょっと落ちたみたいですね。またちょっと落ちたみたい。まあまあ全員でなんとか頑張りましょう。 OK。 のみだな。ここは出た出た出た。お、何そっちで戦うのかい。まあまあ戦う場所重要だからね。ここで戦う舞台です。じゃあこれにちょっと俺も乗ろう。まあ、確かにね、ある程度雑魚処理しとかないと厳しいもんね。うわー大丈夫。とにかく生き返らせないと。 OK。 あぶね。よし。あーマジで。これは厳しい。生き返らせよう。まずさ、うん、ちょっとノノノ結構きついぞ。オッケー。あとはザコだけ。ブレイズが結構つらいのよね。お、いやいや俺もらっていい。もらうよ。いや結構重要だからね。おっしゃー。ん、あ、戻ってきた戻ってきた。よかった。じゃあここは、バーストクロスボウでいきまーす。できたよ。来ましたよ。めんどくさいところが。 OK、 いきますか。ここがめんどくせえんだ。あ、今日おー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 、ちょっと分担しながら行くとそうでもなさそうね。よし終わり。うん、やっぱ時間が若干かかる。であと19、20、21でおしまいですね。もう少し頑張ろう。んでここでエンチャを入れときましょうか。あとはいいかな。 OK。まあ、ここエンダーマンなんで問題はないでしょう。
本出てくる、出てくる場所がね変わってるので、あそっちか。まあまあまあ、雑魚処理せずとも大丈夫かな。もう逃げていきゃね、問題ない。早っ、一気にいったね。なんだ今のは、なんかすんごいダメージが一気に入ったんだけど、まあなんか、うん、一発でいったんだろうね。ナイス、森の矢筒ですね。あー、一人落ちましたな、これ落ちちゃったね。まあまあいいか、行きましょう。エンダーセント、だからそっちに出るの、珍しい場所に出るね。いつも向こうに出るんでちょっと安心してたけども、危ねえ危ねえ。しゃ、終わり。いや早かったな、早かったね。ちょっと待って、俺え、ああそうかそうか、ここはバーストクロスも、そうそうだな、間違いはないわ。はい、20回クリアでーす。で、ここでコグクロスボウを持っていきます。パワーさえ入れてればなんとかなるとは思うけどね。行きましょう、さく、動いてる、動いてないな、落ちたかな落ちたかもしれない。あー落ちたよ、かった、ナイスです、いいね。ドラはね順番に使っていかないとね。 OK、 まあでもドラ使ってもそこまでダメージが増えない、さすがやね。体力はかなりある、でもザコインだ、ザコなんだ。 OK、少し、もう終わりかな、終わり、いやまだ最後の一押しがなかなか課題、終わり。まあ楽勝だね、マルチの方が、うん、早くクリアできていい感じです。では報酬見てみましょうか、頼むよ。これ、コンボ、あ、クリさん、あり、当たり、うん、これ当たりだわ。コンボがいいね、いい感じのコンボが出ました。はい、それでは、タワー完全攻略いけましたね、4人でもいけました。で、いい感じのやつ出たな。うん、クリティカルなんで、あとリフレッシュとアーティファクトシナジーでダイナモか痛みを入れれば完璧でしょう。まあ最強のコンボが出来上がりますね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。